はいどうもというわけでですね、うんうん、言ってください、うん、番組を言ってください。え、結局おかんが喋るんだろ。そうです、うん、というわけで最終回ですね。はい、最終回です。ついに、いやー、ついについに何かを残したんすかね。爪痕残したんすかね。爪痕ねえ、ほんと毎週毎週、うんうん、いや先週のね一個お母さんねちょっと不満があって。何なんですか。先週のオープニングね、はい、先週のオープニング、はいはいはい、そうなんかずっとうちらあのほらジングルね、あのお母さんが作ったジングル今のやつね、そう、うん、流す時にあの今日みたいに題名をバーンって出してほしかったのをなぜか我々が映ってたのでお母さんずっとこうやってずっと前髪を気にするっていうね。うん、そうね、うん、やだ映ってたのみたいな、うん、そう、そこはもうカットでお願いしますみたいなねところ。生放送でしたけど、ね、はい、あ、そう仕方ないですから。はい、という感じです。はい、という感じで、まあまあ、もう今日はもうほら巻いていくから、はい、巻きでいきましょうか。巻いていくからね。では先にですね、こちらですね、番組のご質問の方ですね、ツイッターの方でこれです、ツイートをたくさんしてください、質問とか感想とか何でもいいのでね、ツイートをつぶやいてください。お願いします。今日のテーマのね、はい、エピソードとかとりあえず置いておきます、うん、こちら。はい、はい、はい、まあ、それでは今日のテーマの方をね、はい、早速ですが発表していきたいと思います。今日のテーマ、小春亭といえば、はい、というそうですね、今日のテーマをお願いします。はい、どうも、はい、本日のテーマは落語って最高。これでしょう。これにつきますね。やっぱり落語についてはこう触れずにはいられないでしょう、逆に最終回までこれ温めてましたからね。そうですね、そうです、そうです、いつやってもよかった。そうです、そうです、まあ出だしのね一番最初のほらここにゲストで出させてもらった時もまあ落語の宣伝だったけれども、確かに、ね、うん、そうだ、そうけれども、そうやっぱり我々の番組でこの落語を避けてはいけないだろう。喋らないといけませんからね。そうです、そうです、はい、ということですよ。じゃあまあ落語についてを語る上で、うんうんうん、もうとんでもないゲストの方がね、はい、最初にすごいゲストをお母さん、呼んでしまいました、ブッキングしました。はい、ではお入りください。桂春蝶師匠です。これはすごい、これはすごいです、すごいです、すごいです。はいはい、どうも。すごいですよ。いや、すごいです、うん、これ多分今もう本当ざわついてますよ。いや、こんなゆるい番組初めてそう、どないなと。これしかもこの距離は何なの。この距離は、いや、仕方ないんですよ。この距離は、うん、そう、仕方ないです。キャンプファイヤー囲みそうな距離しかも師匠喜んでください。NG ワードありません。ないんですよ。いや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 、喜んでください。違う違う、それはあの放送倫理っていうんじゃなくて人間としての話だからね。放送禁止っていうのは人間としての話だから何を言ってもいいっていうのって何を言ってもいいっていう、ほんまに何を言ってもいいちゃうよ。人間としての話やから放送関係ない話なんで、ね、人間としての話、分かってるよね、分かってるよね、分かってます。ちゃんとフィルターかけや、それはオブラートね、オブラートにちょっとね、なんつうか優しさというフィルターをかければ、ね、何を言っても大丈夫。そう、そうなんです。ただまあ落語界に関しては、はい、ほらいろいろとまあ、うん、聞きたいことはあるんですよ。言いたいこともあるし、すいません、ちょっとご挨拶しなかった。三代目桂春蝶と申します、落語家です、よろしくお願いします。ロープです、すごいですよ。です、もう常に満席のね、いや本当本当本当に本当に、大阪の落語家です。はい、で、はい、追っかけもいっぱいいますもんね。いやイケメンだなんて、結構そうです、そうです、やっぱりイケメンなので、大須でほらやられる時も結構関西から来られてて、追っかけの方がやっぱりいっぱいいらっしゃるなって思いながら。いやでも名古屋では、うん、おそらく唯一のファンですからね。またもうまた、ただ熱烈ですよ、熱烈です。今日はなんて呼べばいいの。ケイジローは分かるよね、はい、おかんでお願いします。ケイジローのおかん長いねんそれ、はい、おかんでいい、ここ実は同級生ですよね。学年一緒なんですよ。今日俺のことをおとんと呼んでくれや。じゃあ俺が何を複雑な表情を浮かべとんの。何を複雑な表情を浮かべてんの。そうか、
真剣に撮らない人だと思う。音、ほんまの音も聞いてんねんけど。最近よく来るおじさんみたいな。ほんまの音も聞いてる。最近家に来る。これしかもあの、なんていうのかな、テレビなのかラジオなのか。あ、そう、それはそうなんですよ。それはね、それは一緒。そう、よく言われる。そう。なんか、今パッと入ってきたら、名古屋で一番尖ってるラジオ局って言って、そうそう、一番尖ってる。どう尖ってんのかって言ったら、今説明では放送禁止用語に大事なんだけど、それは尖ってますよね。尖ってるんですよ、そう。そうかそうか。あとこんなプロをこうもうすごい呼びつけちゃう。ね、今日ね、ちょっと俺も今日で言いたいことはいっぱいあるで、ほんまに。いろいろ言っていっていい？いや、どうぞ、言っていっていい？かまへん、大丈夫です、言ってください。かまへん、言っていっていい？全然大丈夫です。ちょっと聞いてくれ、この人。聞きたいですよ。君、お母さんのことどう思ってる？いや、本当に迷惑なババアだと思ってるんですよ。イラ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 、日本で一番迷惑、その迷惑なおばさんっているじゃないですか、はい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 、代表だと思ってて、自分の親がここまで迷惑なおばさんになるんだっていうのを最近つくづく思うんですよ。いや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 、あ、息子って特になんか辛い時多いですもんね。そうですね。いやいやいや、その親見るとか、やっぱこうやってこう見てきた時、こう20年生きてきて、うん、うちの親って本当本当におばさんなんだなみたいな。見てられないおばさんなんだなって。見てられないというそ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 う、おばさんなんだなっていうのは大概おばさんなんだな。いや、ね、見てられないっていうのがつくんだ。そうですそうですそうです、はあはあ、どういうことだ。だからそのよくよく個人さん言うのは、うん、品の品がない阿佐ヶ谷姉妹って俺は思ってるんですよ。阿佐ヶ谷姉妹のあのお二人っていうのはやっぱ品があって、はいはいはい、可愛げがあって面白いだけなんですよね。お袋、うちおかんはその品はないから、うん、可愛げもないし。ってことは、ちょっと待って、おばさんなの。どういうこと？品っていうのは僕あんまり喋ってない、うん、喋ったことないから、うん、その分からへんけど、うん、可愛げっていうのならならば、この人から可愛げ取ったらだよ、ね、空気しか残らない。お骨ぐらいしか残らない。この人の体あるかで、バファリンの優しさが半分でできてるみたいなので、この人の半分ってそのなんか可愛げでできてるからな。確かにな。師匠、素晴らしい。そう、うちの兄貴がよく言うのは、うちのおふくろをアニメで例えるとムーミンママなんですよ。はいはいはい、そうよく言う、そうよく言う。ムーミンママ。ほんならちょっとスナフキン目指し、スナフキンです。そうだよそうだよ。たまに哲学的なその辺のため池でずっとずっと。そう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 。時々口笛吹いてね。そうそうそう。口笛吹いて。で俺今日ね、はい、ちょ何が俺今日なんで呼ばれたかって言ったら、そのほら、だから結構殺し文句ってあるわけですよ。なるほど。ね、で何かって言ったら、番組の最終回のゲストとして出てほしいと。でこれって割にね、殺し文句なんですよ。確かに。だってその締めくくりっていうの、うん、ほらなんかドラマとかでも止めなって言って、うん、最後に出てくる名前ってやっぱり、うん、そのなんていうのかな、やっぱりすごい大切にされてるっていうふうに思うから、うん、ね、この情には報いなければならないというふうに思うわけ。ほんで来たんやけど、今聞いてみたら全4回しかやってない。でもなあ、でもよ、それどういうことなんそれ。全4回でそのことはっきり言って単発やないか。でもよ、レギュラーちゃうやん。でもよって何か言って、でもよ、でもよ、何の反抗もできないと思いますよ。でもよ、何を何を何を、最終回っていうのはね、うん、やっぱほらもう次はないわけじゃん。だから俺その次はないわけじゃん。そんなもんまた小銭貯めてやったらええだけの話じゃない。次はないわけじゃん。いや、そうやけど、そうやけど、おで僕不思議に思ってたね。例えばそのコミュニティっていうところの、その性質上っていうのがわからないんだけど、例えばさ、改編っていうのがあるよね。まあまあ、ラジオの、ね、改編はありますよね。ワンクールとかっていう言い方があって、それは4月から始まって6月なのか、はいはいはい、で9月のね、はいはいはい、っていうような、そういうのがまあワンクールっていうと、この3ヶ月が ありますあります。ね。ほんの8月13日ってなんやねん。8月13日が最終回。そう、なんかこれ誰のためにやってる。8月13日って聞いて俺なんて思ったかって言ったら、ご先祖様のためにやってる番組なのか。お盆だからね。お盆でだからもうお見送りしたら終わりっていうことなのかな、ね、みたいに思ってたわけ。なるほど。ほんだらそれ聞いて、今ここ来て分かって。そうすればよかった。あんた詐欺の一歩手前やで言ってるけど、やってること。8月13日方便ですもんね。そうそう、ほんで8月13日で、ほんでね、非常に迷惑です今刑事の間に。何が迷惑って、死ぬほど U ターンラッシュな仕事が。しかも名古屋駅俺歩かれへんかったぞ。
じゃしかもあのあれなんですよ、台風のことでみんな今日すぐ急いで今日帰ろうっていう、もうみんな慌ててるから、なんていうかね、全員のムードがすごいなんかね、ですよね、殺伐としてんの、ほんでその中で僕みんな帰り早めましたとか言ってたから、割に落語家って荷物多いやつ、そうそうそう、いろんなもの入れなあかんから、もうものすごい大きな90リットル入る、バックパッカー、そう、うん、そうそう、それぐらいのやつで来たい、大人一人入れるサイズのせやねん、トランク、そう、ね、それだから新大阪、き昨日まで僕は福岡にいたわけ、うん、ね、皆さんあなたがですわ、あなたが呼ばなかったら福岡から直撃で飛行機で東京行っとったんですよ、ね、ね、それがここで一回止まったのに俺新幹線でわざわざ来てやでな、すごい、ね、ほんでその通りもんまでこうて通りもんもそう、それで来て、ありがたいありがたいもん、ね、ほんでそ の, あの新大阪駅ももうめっちゃいっぱいで、もうそんなんもう人動かれへんぐらいいっぱいやってんで、ほんでその流れで、その流れでな、うん、ほんで名古屋駅降りたらもっと人多くて、うん、そうね、ほんでちょっとええかげにせなあかんのか、あれなんかその地下鉄、新幹線からホーム遠いねん、あー遠いね、そうそうそう、そうだね、ほらなんかあのなんかほらあの両脇あの素敵な素敵なあのほら、うん、デパートとかあるんですよ、はい、長島屋、はいはいはい、とかなんかいろいろあるんちゃうね、そうそうそう、そこわーってなんかほんならもうなんかちょっとなんかちょっと当たりかけてとかなんかってあのね48歳でチェって言われるのもうちょっと辛いんですよ、辛いですねでそのままわーって、ほんで途中でコインロッカーってあったからはいはい、はい、コインロッカー入れようと、うん、そんなもんコインロッカーなんか一つもあるかいな、そんなもんコインロッカーなんか一つもないだろ、バンバンさね、そんなもん一つもない、でもロッカー難民みたいになってんねんってみんな、あーみんなゴロゴロしてた、ゴロゴロしてるよ、そんなゴロゴロしてるからゴロゴロ同士でゴロゴロガーンって なるのよ、なるほど、ほんまたチェッって言って言われたりとかしてせやで、すごいね、こんな僕やればやるほどなんでこの日に呼び上がったのもうなんか悲しくなってきて、ああなったらチェッとか何回も言われるとなんか生きていくことも辛くなってくるやん、それから途中で俺なんかこの iPhone のあれであの中島みゆき聞いたしみる、しみる、ファイトって言って、ファイトファイトファイトって言って戦う君の歌を戦わない人がって、みんな戦ってんの、みんな戦ってた、名古屋のホームみんな戦ってたから、ほんでほんでやっとあのホームまで来たらもうあれな、もう名古屋金あるんやからつけえや、下りのエスカレーターとかあらへんねやんか、ないないのよ、で下りないのよ、もうほんまに腕怪我するぐらい重い、あれをね、あの持ってきてもらえばよかったね、あの確かにみんなに見てほしい、あのすっごい荷物をね、もうこんなんよ、グー持ってこんなんなりながらもう下降りて、それでどこ行ったらええねやろうって言ったら、ね、桜な、何桜通り線で一番深いね、これだからあ、アズリ FM さんですよね、大須観音にあるから、うん、一撃では来られへんやんか、そうそうそう、乗り換えがいるんですよ、桜通りいうのがまた、うん、そ, うそこそこあのいっちゃん深いんすよ、うそやねやんか、いっちゃん深いんすよですよじゃないで、いっちゃん深いんですよじゃないんですよ、いっちゃん深いんすよ僕のここに来るまでの道中の苦しみに寄り添ってほしい、いっちゃん深いんですよじゃないで、じゃないんですよ、いっちゃん深いんですよじゃないんですよ、しかもいっちゃん深いとこから乗り換えがねそう、途中で乗り丸の内駅か、桜通り乗ったかと思って、ま、丸の内駅って言うんでしょ、はい、あれ降りたら、うん、また何、登って、そうそう、僕ほんで恥ずかしかったんが、恥ずかしかったんが、次の、乗り換えるの何線っていう、あれあの鶴舞線です、鶴舞線やろ、うん、いや僕今ここ8月11日から20日までずっと、うん、戦争の話してて、はい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 、シベリア抑留の話してんのよ、俺ずっと舞鶴線やと思っとって、あー舞鶴、舞鶴ってわかる、あんたら、あんたら舞鶴ってわかるね、岩壁の母聞いたことあるか、わかりました、で同い年やからわかるわね、わかるわかるわかる、岩壁の母ってわかるでしょ、うん、あのほれ母は来ました今日も来たって歌聞いたことあるでしょ、はいはい、ありますあります、双葉百合子先生のあれやんか、だからお母さんがずっとそのなんか息子が帰ってくるんちゃうかいうことでずっと舞鶴の港で待ってるってあの歌や、
ずっと俺マイズル線やと思ってて、マイ、うん、っていう字をずっと探してたらあらへん。そうね、そうね、なんで鶴しかないんやろうと思って、うん惜しい。こうやな。こう。そう。こうや。こう。そうなんです。マイズルがもう俺からするとこうなってんね。マイズルが。そう。ほんでようやくあこれかと思って、鶴舞線やんか、ややこしいと思って。そう。そう、鶴舞公園つうの。鶴舞線。ほんでまた鶴舞が長いがな。そうなんですよ。遠いやんか。そうなんですよ。どんだけ遠いのあれ。うわーっと遠くて。うん、で。で、うん、ようやくその乗れて、はい、オース観音着きました。はい、した。ほなオース観音。あのもうさすがにもうエレベーター乗せてください、うんうんうん、エレベーター乗りました、うん、でとほんでもう一つ言わせてもらうけど、名古屋ってなんでこんな暑いの？じゃあ今日はですよ、特に。いや俺とか全国のやつ見たら39度とか書いてたで、昨日。そうそう、他のとこ大体32度です。今日も40度ですね。今日40度です。それはそのなんなの？今日40度です。名古屋味噌を焼こうとしてんのか。もう土地柄が。その太陽熱であのエビフライ揚げようとしてんのか。エビフライとか味噌カツのカツを揚げようとしてんのか。いや名古屋は暑いんですよ。名古屋暑いですね。あのこれいつもです。うん、まあ、あなたほど暑い人間はいないけどね。暑いですよ。苦しい。暑苦しい。ほんで、ほんでエレベーター上がったの。ほしたら2番出口やねん、わかる？はいはいはい、え、あ、2番出口ちゃん。ほんで4番出口なんよこの FM は。そう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 。ほたら階段しかないわ。あれ信号がないというか横断歩道があんまりあらへんねん。歩道橋、歩道橋やねん。ほんでまたこれ持って歩道橋上がるんか。どうし、どうしたんですか？もうこれはもう歩道橋上がったらもうほんまに僕腕怪我する。死ぬよね、死んじゃう。ほんまに腕怪我すると。もうセンス持てないもんね、そしたら。思って、思って、思って、もう一回エレベーター下がってん。うん。はい。ほんで2番から4番に行こうと。はい。行こうとした時に4番出口の下にロッカーあってんやん。おいや、そこであっても。ロッカー、ほんで全部開いてた。あ、まあ、まあ、それはこんな、そう、名古屋であんなにロッカーなかったら、まあ、偉いもんやな、これ偉いもんや。だからちょっとほら、あのなんか都心やったら駐車場ってめっちゃ高いけど、はい、ちょっと1本入ったら安いみたいなのと同じ話やんか、それ。いや、そうですね。そうやろ。そうそう。ほんで、いやでもどう思う、ここでロッカー使うっていうのは負けやん。ここまで俺頑張ってきたのに。でもそうそう、この子に及んでんですか。さすがに。ほんで、うん、あのおかんが、うん、帰りは名古屋駅まで送ってくれるやろと思うから、うん、ここまたそのロッカー取りに来るっていうの嫌やん。嫌、うん、ですね。せやし、もうこれは頑張ろうと思って、ちょっとやからと思って階段上がろうとしたら、めっちゃ長いしてるわ。長いですね。こう階段長い。あの駅から来たもんね。駅から歩いてきた。ほんだら僕泣きそうなったんが、一人なんか歩いてるお兄ちゃんに、うん、あの大丈夫ですか。おお優しい。その優しさがね、めちゃくちゃ優しかったで。その優しさがね、そんな普通ね、都会でね、うん、そんな人に声かけられることありますか。ね、大丈夫ですかって言って、大丈夫ですかって俺言われたこと、あのなんかお稽古しながら歩いてて職務質問されたことあるの。その時警官さんから大丈夫ですかって聞かれたことあるわ。なるほど。あの時な、はい、あの、あなたダニブツ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 言いながら、はいはいはい、そうです、そうです、食いながらね、こうやってね、うん、そうでしょ。だからあの何やってるんですかとかじゃなくて、警察って大丈夫ですかって聞きますか。というようなことでようやくここに来れたって言って、そのような日に読んだってことです。そうなんですわ。そうなんですよ、皆さん分かってくれてる。いや本当にね、最終回言うて4回やし。そう違う違う、でも最終回だから、もう私の中では、そんなスペシャルゲストの方が今日は来てくれましたということで、あのテーマのこと話してないんですよ全然。何のテーマ？あ、そうか、全然この話できてないんですよ。そうじゃない、テーマはもうラッシュでええんちゃうの。ラッシュについてですか。 U ターンラッシュについて。何、今日のテーマ。今日のテーマは一応落語なんですよ。落語、そう、それだから読んだんですか。それも俺不思議やってん。え、なんでなんでこんな、おそらく何年もやってる番組やと思ってたから。あ、今さら今さらこれ、これ落語ってっていう、だってそのせがれ社会人落語家、そうこれおかんも落語のプロデューサーの中で落語って
ってなんていうタイトルもう一回出してみてもらいます、すいません。あ、落語って最高、最高で、こんなねオーソドックスなものを今まで出してへんかったんかな、うん、どうなん、うん、これ少年の顔、これ、あ、これ僕、そうです、そうです、これ小学校時代幼少の僕ですね。そうなんや、はい、俺あのおかんの SNS でずっとこの顔見てたから、この子成長せえへんなって思ってたんですよ。ずっと同じやな。何やこの子言って。あれって思って、もうちょっと大きくなっても良さそうやけど、ほんでパッと見たら、こんなにドラえもんの道具つこたんちゃうか言うぐらい、いやタイム風呂式か言うぐらい。うちの母はこの頃の俺をずっと、めっちゃ面白かった。あでもそれあの親としてはわかる。いや、あるある。めちゃくちゃ面白かったし、可愛かったし。あの時可愛かったなみたいな。落語の話してないんですよ。落語の話をしましょう。落語の話な。落語の話をしましょう。落語の話。はい。じゃあ母親がちょっと言いたいことがあるんでね。あ、落語ね。そう。あのね、名古屋って落語に関しては、うん、マジで冷たいんですよ。落語に関してはね。なぜなら名古屋の人は、うん、どっちかっつうとあんまり落語は馴染みがないです、うん、そうで、こういうねちっちゃい時からやってるなんて子は本当に珍しい、うん、大阪って結構だからいっぱいいるんで、それね、おかん、うん、多いな誤解ですよ。え、嘘だ、言っときますけど、はい、名古屋って落語に対して冷たいって言いますよ、冷たいよ、はい、大阪も東京も冷たいですよ。嘘だ、本当ですって。名古屋やな、名古屋やな、名古屋っていうことじゃない。そう、あのね、聞いた人なんて全体の俺 0.1% 全人口の 0.1% ぐらいだと思うよ、うん、誰も知らないよ。嘘、あんなに落語家さん住んでんのに、それも知らないのよ。だから同じ人が動いてるだけやもん。そうそうそう、だから衝撃、だから将棋士いっぱい住んでる県があったとしても、じゃあみんな将棋やってるかって言ったら違うじゃん。あー、ええこと言うな。うん、衝撃よ。落語が川の人はね住んでるからって、だって俺もその最近いろんなとこで落語さやってるけど、うんうん、やっぱり聞いたことある人っていない。そう、いやもう本当にそういうもの、しててもいい、母数がもうじゃあそもそもやっぱ少ないってこと。そう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 、ということはどういうことかって言ったら、うん、やったもん勝ちなのよ、うん、面白いこと。そういうこと、先入観ないもん、うん、誰も。あ、そう、はじ、俺のやる落語がその人の落語になるのよ。ああ、なるほど、初めてのもの。だから息子やな。あ、そうあ、そうかい。言うたら、あのほら、初めて見たものをお母さんと思う ひよこちゃんみたいな、そういうことですよね、感じやろ、うん、あ、そういうこと、そういうこと、そう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 。あ、じゃあだからファーストコンタクトの人が多いよってことだよね。そうそうそう、ね、だからその、うん、なんか肩とか常識とかこういうもんだっていうのがないから、うんうん、ちょっと何でもいいんですよ、何やっても OK。 私は だからこのだから多分師匠好きなんですよ、その、うん、そういう落語を感じるし、かといって古典もすごい大事にされるじゃないですか、うん、ね、もう自分がね面白いと思ったのをやったもん勝ちなんですよ、うんうん、ところが、はい、なぜ私がねその、落語が多分こういうところなんだよなっていうのは、いわゆるわざわざ敷居が高くされている、やっぱりその人によってとか、まあそれこそファンかな、ファンが作ってるかな、そのおいおい、それは落語じゃないだろうっていう、やっぱり言う人は多い。まずね、そのおっさんから、うん、あの死んでいただくしか過激だな、過激だな、過激だ。 NG ないんでしょ。ないっす、ないないっす、NG ない。いや、もうだからあの新しいあのほら若い女の子とかが見に来るでしょ。じゃあそこなんです。でその時に横に座ったおっさんが、うん、こういう見方をしないとダメなんだよとかって言ってるおっさんを見たら、僕らはあの舞台袖でそのおっさんを見ながら死ねばいいのにって思って。いや、嫌がるもん、その女の子。いや、そうだと思う。そこに対して嫌なんじゃなくて、 そのおっさんに嫌がるんですよ、うん、これ同じこと俺あのラーメン屋さんとか行くと思いますね。うわー、ええこと言うな。それなんかあのそラーメン食うなんか食べ方、食べ方とかやろ。そう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 、うわ、順番とかね。そう、いやでもそれええこと言うね。二郎系とか行くとね、やっぱり多いじゃないですか。あ、二郎がすごい好きな人って いっぱいいるじゃないですか、うんうん、そういう人ってやっぱその、うん、すごい言うじゃないですか、うん、なるほどなるほど、うん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 、あれやっぱ食べたくねえなってなっちゃうと思います、ね、うん、そういうことかな。でもね、言いたくて仕方がないよね、いそういう人だと思う、だと思う。でもその人はその人なりにはし、まあ、愛はあるとは思う。愛はある、それは愛はある、愛はあります。僕ね、でもそういうおっさんに最も嫌われるのが僕やと思う、うん、ああ、だからその
ちょっと違うことをやるからでしょ。そう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 、今まで見たものと違うものをやっちゃうからものすごい嫌がられるよね。そう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 、だからそこそこ、それがでもそのおっさんに嫌がられて僕スタートラインに立てると思ってるから、うん、来てほしくないのよ。でもそれをね、俺今日一番気持ちいいかも。多分ね、8月13のあの U ターンラッシュでちょっとねアドネアリン出てる。いやそれ今だ今だよ。尽くしたから、尽くしちゃったから。悪いけど聞いてる人も多分8人ぐらいちゃうかなと。もっと聞いてるか、100人は聞いてるか、200人は聞いてるか、5人は聞いてると思う、とりあえず。そうだよね、とりあえず5人だ。お前何真剣に言うてんの。もっと希望あること言わんと。俺5人のためここ来たんか。ほんだらあの感想質問お待ちしておりますので、聞いていたら誰か聞いたら、はい、SOS かわいいな、SOS です、これは、はいはい、お願いします。これはね、でももう一個はね、これ X じゃなくてまだ鳩のマークだ。まだこれツイッターですから。まだツイッターだぜ。それでええねん、それでええねん。そんなもう X 言ったって何のこっちゃ分からへんから。イーロンマスクが反逆がね。そう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 、うん、はい、じゃああとあれですわ、何ですか。私としてはバカ言って冗談よ、おっちゃん。おっちゃん冗談よ。こんなん言うて面白いんちゃうかと思って言うてるだけですよ、そのラグファンのおっちゃんね。私も思ってる、私も思ってる。ラグファンのおっちゃんは僕のところに来る人も多いですよ。なるほどなるほど。だけどその今全体のシーンとして新しいお客さんが来た時にそっとしてあげてねっていうのが落語家の願いなのよ。なるほど、ね、あ、え、落語家も何そういうスタンスなの。いや当然ですよ。だってそこでいらんことを言われたらもうその若い女の子来なくなっちゃうじゃないですか、うんうん、ね、いらんことをなんかこうこの豪に言っては豪に従いだぜみたいなこと、だからそれはちょっとだからそっとしといてあげてっていうふうなことをみんな思ってる。しばしばそういうことをそれこそこのツイッターに上げて炎上するっていうケースもある。あのだからおっさん黙っとけみたいなとかあって、なるほど。それがどっちかというと8割ぐらいその通りだなのよね。なるほど、ね、2割ぐらい落語のこと全く知らない人が偉そうに言うなとかって言ってる、うん、そういうケースよくよくあるあるですね、うん、はい、他になんか。なるほど。あとだから若い、でもそれこそ若い女の子よ、うん、私としては若い女の子が、うん、もっと多分好きなのになって思うの。だって多分ねこう男の子よりも女の子の方が好きだと思う、落語って。ちょっとやっぱ創造性は女子の方がやっぱ高いんで、うん、うん、女の子の方が多分ね好きだと思うんだよね。あの男の子でも女の子でも、うん、割にあの本とか読むの好きだった。そう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 、あの落語にハマりやすい。あとね、あのね、音楽で言えばジャズ好きな人。あ、わかるわ、なんかわかる。ジャズ好きな人って大体落語にハマる。あと私はね、もともと落語って全然興味もなかった、知らなかったんですよ、うん、でまあ息子たちが始めた時に知ったっていうことで、うん、でも私それまではあのミュージカルオタクだったんで、ミュージカルと似てると思ったの、はいはい、こう同じ演目をいろんな人がやるっていうのもミュージカルも一緒で、うん、同じ役の人をあのいろんなキャストでやるから、だからストレートプレイが落語で、うんうん、ミュージカルはちょっと浪曲とか呼ばれてるよね。あ、って言われてるよね。言われてる、言われてる。そう、それもあるじゃないかなと思います。なんかね、その同じ人が、同じ役を演じても、うんうん、要は落語もそうだけど、同じ話を聞いても違う。全然違う。全然違うっていうところがちょっとそのミュージカルと似てる。そうなんですよね。そう。で、やっぱあとは物語なんで、それ自体もやっぱりミュージカル好きとしてはまあ面白いよね。その物語なんで元々が、うん、そうなのでそれもあってあ面白いもんなんだなが始まりだったんだけど、うん、結局ね私がすごいショックなのはこの間もなんだけど、今ちょっと結構あの仕事で学生さん と一緒にやることもあるんだけど、その時もそう、ね、落語の、ことを、まあ、そのサイトにちょっと載せた時に、次の会議の時に学生さんから、こんな笑点みたいなやつって誰が見たいと思うんですかという辛辣な、意見をいただきましてその時に相場にいた、女子大生たちもみんなうんうんうんみたいなそのそうで、そのまず一つ落語は笑点じゃないよっていうところが一個、うん、うんうん、でだから落語もうみんな落語イコール笑点だと思ってるんですよ、うん、若い子たちってあれが落語なんだっていう。本当にそうですね、それは、うん、そうだから違う違う、あれ落語じゃなくてあれは一個の大喜利っていうものだから、うん、あのちゃんとその落語って聞いてみ面白いからっていうのを
結構ねいろんなところで、うん、言ってきてます、うんうん、そうだけども、まあ、そのみんなそのあと一歩がいかないんだよね。じゃあ聞いてみようかなとは思わない子たちが多い、うん、でそこで思うのが、やっぱり若い女子には、若いイケメンなんです、はいはい、きっと。なのでそれこそ今あのカツラ、あ、いやでもせがれではまだもうやっぱアマなんで、うん、なのでこれ俺今日聞きたかったけど、うん、何プロにおなりなの。いやそう、お母さんもそれ聞きたい。そうなんすかね。でもプロになやったらいいやん。じゃあ師匠お願いします。ねえ、もう髪型楽をやめといた方がいいで。そうなんですか。東京に行きな、東京に行きな。へえ、いや大阪はシェアないぞ。私ね今日その大阪と東京っていうのも、それそう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 、大阪はシェアがないよねやっぱり。いやだから、ね、いやいやいや、そんなことない。東京は全国やから。うん、それはそう。でねやっぱりね、あの大人になったら分かるけど、スカイツリーって東京にしか建ってないね。あ、そうなんですか。なんていうか電波塔やから。あ、大阪はね、大阪で売れるやろ、もう一回東京で売れなあかんね。あ、そう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 、だから東京やったら一発で済むから。うん、だから東京行きな。東京今すごいじゃないですか、うん、人数が。いや、それいいんですよ、その人数多かろうが。じゃあどうやからな。自信があったらもうバーンと行くから。そこだよね。でも今そこでね、こうどうしようと言ってる仲間がいますもんね。そうそう、知り合いがね。どういうこと。もうすごい子なんですよ。すごい子ですよ。本当に面白くて、私はもうゆくゆくは名人になると思ってる子ですよ。いや、天才です、あの人。ああ、そう。はい、だけどやっぱ人数が多いっていうので彼はきっと悩んでいるよね。というわけで電話しみようかとか言って、あの、そう、真剣な話なんですけど、今日ね一応電話を予定してるんですけど、おいおいおい、このままの議論を続けた方が俺はいいと思うんだよね。え、何何何、うん、電話いらない。いやいや、あの待ってるんで。待ってないよ多分。おお、何言ってる何言ってる。じゃあみんな待ってない。うさぎちゃんは待ってる待ってる。1分で聞いたらいいやん。いや、うさぎちゃん待ってる。1分で聞いたらいいやん。あの、ハローって言って、まあ、でうさぎちゃん待って待って、うさぎちゃんと電話しようか。とりあえずしましょうか。じゃあ しましょうか。じゃあお電話を、うん、しましょう、うん、え、この何の、ま、脈絡もない感じで、これ入るの。いや、そうよ。どうやって入るの。あ、ピンコンパンコンピン、音をこのマイクで拾わす。そうです、どんだけアナログ。あ、来ました。あ、聞いてるな。聞いてるな。もうちょっとボリューム上げない。聞いてるから、はい、あ、聞いてもうた。聞いてました。師匠聞いてもってしもた。これはすごい。切りましたね。いやいや、もボリュームをもっと上げな。でも向こうで聞いてるか。上がってます、これで。上がってる。うん。あ、うさぎちゃんよ。もしもし。もしもし。スピーカーにシーエ。あ。ほらね、クソババアでしょ。ババアなんすよ。ほんと迷惑なババアなんすよ。いや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 。はいはい、家帰ってくれやって。うさぎちゃんどうも。聞こえてる？もしもし。はい、はい、というわけで、というわけでね。うさぎちゃんでした。うさぎちゃん、でも本当にあのまた、はい、え、来たか。もしもし。あの、すいません。もしかしてあの跳ねながら、うさぎみたいに跳ねながら携帯持ってません？そしたらあの電波障害を起こしますよ。うさぎちゃんもほらめちゃくちゃ大きくなったんですよ。いや本当そうやな。あの JK なんで。いやだからね、 お兄ちゃんの方とうさぎちゃんとあれ確かあれケロヨンシアターっていうとこやったっけ。そうそうそうです、そうです。懐かしい名前。落語小僧でね。落語小僧で。そう。で、あの、はい、お会いしたっていう。でうさぎちゃんが前でやってくれるのに、うん、僕その後確かなんか髪入れかゴンスケ提灯やってなんか、うんうん、エロ満開でやってくれた。そうです、そうです、そうです。で後からプロデューサーに、え、本当ですか、子供ですよみたいなことを、あ、本当ですか、笑いながら言われて、あ、本当にあれ楽しい番組でしたわ。楽しかったな、あれ、うん、あれがだから今でもやってればまだ、うん、あの行きたい。お父さんお母さん元気。あ、今隣にいます。あ、本当、いや、もういつもお世話になってありがとうございます。こんにちは、お世話になってます。あ、お母さんだ。はい。母です。いやいやいや、ほら、ババアじゃない。え、この、え、ほんで、この、
うさぎちゃんがプロになりたいみたいなことを、これこの子が、この子のことじゃないわけ。でもうさぎちゃんもどうなの、プロなんじゃない、どうなの。うさぎちゃん賢いんで。そうなんだよな、ね、きっとあの東大、東大行くでしょ、東大行くでしょ。よし、喋らせよ。最悪だよな、東大行くでしょ。黙りやんたら。ちょっと喋らしたりや。うさぎちゃん、なんかそうです、自分の周りにそのアマチュアで楽しんでる方が多いので、うん、まあ、その趣味としてやるっていうのも一つの手なのかなっていうふうに思ってます。非常にご聡明な考え方だと思う。聡明な考え方です。でも落語は大好きです。落語大好きよね、うさぎちゃん。本当いつもありがとう。そう、こういう子、こういう子をもっと増やせば落語ってね、もっとわーって盛り上がると思うんだよね。うん、うん、ねえうさぎちゃん、我々ね、子供落語、子供落語界でも今の高齢化が進んでるっつって、うん、子供落語の高齢化が進んでるっつって。ちょっと待って、子供落語の高齢化ってどういうこと。みんな、あの、大学生になっちゃったって。そう、それ高齢化っていうの。そうなんですよ、子供じゃなくなって、子供たちが、次が、次の世代が育ってないっつってね。そうなんですよ。でも和歌山はその自分の入ってる会は結構小学生とか、入ってきた、多いですね。やだ、すごいじゃん、育ってるじゃん。もう10人ぐらい、15人ぐらいいます。あ、じゃあいいね。だから全国規模で見ちゃうでしょ。じゃあいいじゃない。じゃあいいじゃない。どういう会話だったんだろう。和歌山は安泰じゃない。そうですね。愛知はもうダメよ。小春亭がすぼんだらもうダメ。愛知はって初めからダメだったんだから。そう、うん、愛知はもともといなかったから、我々しかいなかったんだから。そう、いなかったから、大阪にわざわざ行ったんだもんね。だね、うん、まあでもあのうさぎちゃん、また会いましょうね。あ、ぜひ、うん、ありがとう、ありがとう。はい、9月9日にもあの和歌山行きますから。あら、はい、行きます。もう近々じゃない、はい、すぐそうじゃない。よろしくお願いします。じゃあね、じゃあね、ありがとう、またー、はーい、じゃあね、いや、そうかそうかという感じですか。まあでも、なんていうのかな、落語家っていうのは楽しいよ。楽しいですか。そりゃそうよ、だってそのこんな究極のドフリーやんか。あ、人生フリーやん。いや、そうだってね、どこにも属さないんやで。一人で生きていくんやで。福岡からね、こんな福岡からね、大阪行って、毎日毎日宅発してるようなもんやん。そうやろ、こんな喋って、逆に言うと美しい生き方じゃない。確かに。なんで生きれてんのか、まあ、ザ芸人ですよね、やっぱり。その例えばそのうちの嫁さんなんかは毎日、私らなんで生活していてるかようわからへんで、未だにとかっていつも言う。なるほど、その本質的な意見よねと、うん、ですよね。だからやっぱ根拠なんてないんだから。うん、でもそんなこと考えたって生きていかれへんし。そうですね、とにかく面白いこと やるっていうことしかないわけじゃない。面白いことって何なのかって、笑わすことだけじゃないんや。まあ、そうですね。じゃなくて、その聞いてる人の心を揺さぶること。あ、感動ですね、つまりね。いや、感動っていうのだけじゃないんだよ。あの、まあ、感動っていうのは笑いの感動でもあるし、うん、感動っていろんなファクターがあるんだけど、うん、いや、感動って感情を動かすなんで感動だって、はい、私は前聞いたことがあって。それでいいと思う。だから、そういうことですよね。はい、そう、うん、それでいいと思う。だからその笑わす、なんかこう泣かすとか、なんかいろんなあの、うんうん、ファクターがある。それをうまくやってると、結局ね、ちょっと一つだけ真剣なこと言っていい？うん、言ってください。やっぱりね、文化ってね、何が文化なのかって言ったら、うん、見てる人、聞いてる人を救うことなんや。あ、なんか例えばちょっと今日ギスギスしてたけど、今日これ聞きに来てものすごい穏やかになったって、これも救ってんのよ。でもそれだと思います。うん、だからそういうね、ことができるのが文化の力だからね。だからそれを落語っていうメディアの中でやっていく。だからそこは別にあのいいやん。だから生きて いけさえすれば、うん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 、ということで、落語のメディア自体がどうのこうのって考えることもすごく大切なんだけど、うん、それよりも一人一人よ、うん、一人一人の落語家が自分には何ができるんだろうということを考えればそれでいいということだと思うよ。うんうん、確かに、うんうんうん、
で僕で言えば僕のやり方があるし、はい、あれですよね、思いを伝えたいシリーズのシリーズとか古典の中にも自分の考えをそこに入れていくっていうことで、ね、でもそれがもしかしたら、うん、それこそ師匠は東京に行かれてるじゃないですか、東京にもうお住まいで、うん、要は上方の落語家でありながらも東京にまあお住まいである、はい、なので東京のなんていうのかな、空気を知ってるというか、うん、私結構東京に行かれた方って多いじゃないですか、まあ、ジャクジャク師匠もそうですし、はい、そういう方 と、 例えばずっと上方で、やっていらっしゃる方と、うん、やっぱりスタイルは違うなと思っていて、うーん、どちらかというとやっぱり、その故郷を出ない人はやっぱり保守的な考え方も、割と強めだなっていうのは思っていて、で一つ頷けないようなことばっかり言うよね。え、本当ですか？で、もう一個は全然頷けないこと、このままそうですよねって言ったら俺分子師匠とか分身師匠とか敵に回すやないなんてことを言うのよ。素人ね、素人もいいですよ。南光全部敵に回すんか。俺は南光師匠はもう大好きなので。で、なんやねんそれ。大好き で今の答え出て、結局その一人一人で評価分かれんねん。まあ、いや、ただスタイルさ、スタイルで言ったら、それこそやっぱその大好きな南光師匠もやっぱりその大阪の話し家さんだなっていうのは思う、うん、それがいい悪いではなくて、で、私残念だなって思うのが、結構若い子たちがそれで、はい、あのね、もういいやって思ってないっていう子が多くて、まだ若手の子たち、あ、どんどんいいじゃん、も例えば名古屋に呼ぶわって言った時でも、うん、いや、ちょっとあのそれこそ上と確認しなきゃいけないんでとか、そういうなんかその上と確認ってなんの話だよ。なんというかもう誰にどんどん来い来いっていう、上と確認それ、嫁はんに確認しないといけないとか、事務所かなとか、嫁はんのこと上って呼んでるのかな、まあ、フットワークの、そう、フットワークの軽さが、そんなこと言う人はいる、え、落語家にいるの？いますね。本当に、うん、上と確認しますからっていう、まあ、てかまあ、うん、ちょっとあのいろいろ相談するところがあるんでっていう。何ストレー？よう分からへんわ。だからもう、え、もうどんどんもうなんかこう貪欲に来いよという、うん、で東京は貪欲なんですよ、割と行きます行きますみたいな、行きます、うん、もうどんどん呼んでくださいみたいな、まあ、あとシンプルにこう印象としてやっぱ東京の落語家さんってのは柔軟なイメージはやっぱありますよね、はい、それは子供落語で我々が活動してた時も、うん、あのすごい感じました。落研もやっぱ感じますね。関西の落研と関東の落研だと、関東東京の大学の落研の人たちは、うん、なんていうんですか、まあ、尖ってるとも言えるし、そう、やっぱ変なことをやろうとするんですよね。なるほどなるほど、やり方として挑戦もしようとするというか、うん、でまた関西を巻き込んで、名古屋に住んでたのでいろんなことを好きなようにできたので、うん、まあ、本当にいろんな会を割と邪道も邪道な感じだとは思うんですけど、うん、名古屋で会がやりたいね、ま、いや本当に あるんじゃない。今いい振りがありましたそうなんです、あるんでしょ、はい、そうなんですよ。それであるんだよね、はい、あの師匠の会を絶対にやりたくてですね、はい、呼びました。はい、どうぞ。これでございます。12月なんですけれども、うわ、はい、12月の16日いい、ね、双葉館、はい、双葉館 でこれ双葉館で落語っていうのも初めてなので、はい、はい、でまた、ね、これちょっと夜の部っていうところも双葉館では初の試みになりますので、うん、はい、で、チケットは9月26日からなので、まだちょっと、申し込みはしないでください。これ、はい、だからね、12月の14が、うん、あの赤穂浪士の打ち入りでしょう、うんうん、で、この演目がね、このね、公演聞きに来てくださっただけで、だいたい忠臣蔵ってどんなことがあったことなのっていうのが、分かっていただけるように、そう、楽しく、そう、笑いあり、はい、ね、涙もあるのかな、わかんないんだけど、ね、はい、そう、これは絶対に面白いので、で、ね、なので本当若い子でもいいですよね、これ。あ、僕の落語は本当その多分本当誰でもっていうか、うん、どの世代っていうの関係なしに、うん、そう、なんかね、師匠の落語は本当そんな感じです、うん、あのね、すっごい頑張ってる人に刺さる落語を僕目指してるわけ、うんうんうん、人生すごくなんか頑張ってる人がなんかこう見てすごくなんか感動したっていう、ね、うん、
わかりますよ。例えばそのさだまさしさんとかさ、はい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 、中島みゆきさんとか、うんうんうん、僕ここ来るまでに聞いたけど、うん、やっぱりなんかこうほら人生頑張ってる人に捧げるものじゃないですか、うん、でそれをだからあの人たちは本当感動でもっていうけど、僕はそれを笑いというものを交えながら伝えていきたいんだよね、うん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 、そこを頑張ってる人たちが高く来てよかっただから救われたみたいな思えるような落語を目指していきたいと思います。わかります。でこれがだからもう私は名古屋でこう連続して定期的にやりたいんです。それはおかんの頑張り。はい、なので、ほんで僕も三男って呼んでくださいよ。はい、長男、次男、妻男、妻男長女、次女、便所、なんでこれ大阪のリリアンいう人のネタやねん。タカジンさんに教えてもらったやつやけどな。さすがすぎる。さすがすぎる。いやー今のはさすがすぎる。綺麗でしたね。サイナンって呼んで、ほんだサイナン。サイナンですね。サイナンとガーファンクル。サイナン。サイナンとガーファンクル。最後明日にかける箸でお別れで、今日ほんでどうやったんですか、ほんで俺が回してるやないかこの番組さんから。いやいや、ほんとに最終回ということでどうなんよ。ああ、いやもうあとあんた3分半やで、この辺からそろそろソフトランディングしていかなあかんねんから番組。いい終わりですこれで。いやもうもうじゃもういいんすよ。言うてどう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 だったこの4回。この4回は本当に、ね、まず呼び、これをやることで、はい、あーなんかちょっとゆっくりあの人と喋ってみたいわっていう人を呼べるってことです。そうやそうね。そうでもう第1回第2回ね第3回っていうあの本当にそうで、だからあの超 SNS では喋ってても会って喋ることはもう何年ぶり、うんっていうような人とか、はいはいはい、そうなんですよ。いやラジオってだから今ね、うん、こういうメディアをやってるっていうことだけじゃなくて、うん、会いたい人に会うための一つの、ツールとしてやっていただけるというのがいいと思うんで、うもしよかったらアズルさんの方に問い合わせしてくださいって、うん、なんで俺ここの宣伝までせなあかんの。その通り。さすがです。まさにそういう使い方です。どう4回やってみて。いや本当本当に大変でした。大変だ。大変でした。どんなところが。要はそのおがんの暴走を僕が止め続けるっていうことが軸にあるじゃないですか。だって番組名がね。そうなんですけど、それが本当に結局あんたが喋るんでしょって。そうですよ、本当に暴走なんですよそれが、うん、その僕が全部自己時間を管理しながら、うん、そう、あの話しすぎですみたいな。わかるよ本当にそれが。ケイジロ君、あの自分の宣伝も入れておかないといけない。宣伝なんかあるの。あ、うんうん、宣伝そうか。なんで、これですね、来週ですね、8月の19日土曜日、落語じゃなくて落語の会、うん、夏っていうのがあります、うん、はい、これはですね、もうずっと僕と兄の2人でやってきた会だったんですけど、兄がなんか表舞台から引退を一応表したっていうのがありまして、はい、私のまあでも独演会というわけではなくて、うん、今回はですね、山梨、はい、山梨からですね、大学1回生の1年生のね、うなはるという僕の後輩なのか、そろそろ和歌山の子ですね。ネタ何やるの。まだ決めてないんです。決めてない。まだ決めてない。あとあれだ、今池祭りもちょっと言っといて。ああそうか、うん、まだあんの。うん、あれ送って、はい、今池祭りが、はい、これですね。これはどんなお祭りなの。我らが地元、本当に私の今中学校が今池中学校っていう中学校だったんですけど、うん、はい、そこでも毎年やってる割とデカめの祭りがあるんです、はい、今池界隈の、そう、今池界隈の今池祭りって、はい、そこの今池ガスホールの、はい、ガスホール で、ね、9月の17と18というか、はいはい、17だかな、あんたの出番は。僕が出るのは17、はい、落語をやるんだ。そこそこのホールで落語します。そう、ここのここにどこに慶次郎がいるでしょうかっていうね。 それはまたこのチラシを手に取っていただいて、ぜひぜひウォーリーを探せ。生き生きのところにいましたね。結構なところに、ところに、ね、置いといてもらった。生き生きにいました、はい、ということで、まあ、皆さん本当にありがとうございました。これメイン MC みたいな。いやでも最後締めて、そのために、はい、あと30秒よ。いやそうですね、うん、もうとりあえず我々のラジオっていうのはここで終わりという感じになるんですけども、また小金が貯まったら、500円貯金が貯まったら、500円貯金やったらまたやると思いますんで、そしたらまた福岡からね、でまたね、いろんないろんな道で来てもらって、俺今日電話でよかったんちゃうん。超必要。いやこれはあと51分なんだ。あ、ごめんなさい、俺あと10秒やと思って焦っとって今まだあと1分あるんだよね。
いや、これはやっぱ来ていただいてよかったと思いますよ。いや、でもまた、また来るよ。あ、お願いします。じゃ次は、初回のゲストに呼んでよ。あ、復活、復活の、復活の第1回。復活の第1回で。そうですね。そうでしょ。じゃもう、次はあれでしょ、レギュラーだよね。次はレギュラーなんでやねん。東京の方でね、レギュラー。そう、東京の方で、ね。何時間取ってもらって。そう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 。ほんで、つないで。第2の北野誠になるわ、ほな俺、ね、ああいいじゃないですか。 あれを避けちゃう名古屋レギュラー。おお、まあでも本当あの今日どうもありがとうございました。いやいや、ありがとうございました。本当にありがとうございました。ありがとうございます。面白かったです。本当に楽しかった。うん、まあ、これこれこれからもこれ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 かあれだよ。まあですね、とりあえずそんな感じでこれこれ小春亭のね、LINE とかも、うん、ぜひともチェックしてもらって、うん、ね、春蝶師匠のなんか独演会、そう、Facebook、そう、Facebook です。はい、ありがとうございました。チェックしてもらって、いろいろお願いします。では、また会う日まで、ありがとうございました。どうもちょっと早いから、どうだろう。